中国健康上と冒頭にありますね。そこから食という名前がついたんですよ。食というのは、何を書いてあるのか。書論を書いてあるんです。難しいですね。書を論じてるんです。書そのもの。その程度で結構です。食で知っておいてほしいのが一つだけある。文字はそれぞれ書きながら覚えてください。自分の頭の中に草書のいわゆる漢字の崩し方というものを少しずつ少しずつ頭の中に入れていてください。書きながらしか入りません、ね、でその書庫の中で覚えていただきたいのは見てください。告げるという字が冒頭あります、ね、だから次が誓うという字が文という字があります。この字を追いかけて下へ追いかけていくとどっか引っかかったところが出てきませんか。引っかかった部分がいくつもありませんか。同じ線の太さでスッとは書いてないでしょ。その部分にいっぺん紙を置いてみてください。一直線上になってるはずです。紙でも定規でもいいです。なんでですか。なんでそんなことしたんでしょうか。例えば簡単です。紙が折れたって折れる筆、折筆と呼んでます。折れるということでここで変数と呼んでます。 ですからこの引っかかったところがこれ折れているから折筆と呼んでます。で、実際に皆さんが臨書するときはこの折筆をちゃんと書いてください。わざと紙を手書くじゃなくて皆さんの切筆部分を表現してください。この切筆があるがゆえに字が面白くなる。普通にスッと書いてるよりもこの方がインパクトが強くなる。したがって訴える力が強い。我々は作品書く時にはやはり人に訴える何かがないと面白くないですね。したがって切筆を臨書するということは自分の作品に直つながるんだというふうに考えてもらっています、ね。じゃあ大義師の17条の実際に書かれた文字はどこにあるんでしょうか。見たことないですか。僕もない。世界中の誰も見たことない。現存しないんです。大義師の文字は全部現存しないです、はい。この十一支条で確実に知っておいていただきたいのがあります。実はこれ拓本ですからもともとは医師に刻まれてますね。同じ十七条でも違う様子の十七条がいくつも世に存在します。わざわざ三井本十七条と書いてる。日本の三井家にあるからですけどね。他に上の文十七条とかあったりね、何とか文何とか文がいっぱいあるんです。全部表情が違うんです。で三井版の特徴を一つ申し上げますから、三文字目に東という字があります。東の筆順通りこれ東に書いてみますとこうですよね。東こうです。でところがこの大義師の十七条を見てみますと、ここでほとんど筆が落ちて前のページここです。こう来ますね。こう来てから落ちてます。はい、なぜかしらこんな風に見えますね。ここで落ちてますね。落ちてますね。こんなような部分がこの三井本の十七条の中にたくさん出てきます。この状態のことを切筆ではありません。これが断筆と言います。この断立ち切れる断、断筆があるから断筆のように書く、これしないでください。
ただ、気持ちの上では堅物だな。例えば、ここなどは、ちょっと筆を落として書いた方がいいんですね。あのなる場合結構あると思いますから、誰が見てもうまいなとかいいなというふうな方向に書けるような勉強をどうするかを考えましょう。先生が書かれた手本を見て